シティバンク、NA、e、は、世界でも、有数の金融大手シティグループの金融サービスの、消費者企業銀行部で、アメリカ合衆国に本店を置く銀行である。スウィフトコードは、シシアス33。ジェームズ・スティルマンも参照シティバンク・オブ・ニューヨーク1号店1812年、ニューヨークに、シティバンク・オブ・ニューヨークとして設立される。 1894年にはアメリカ合衆国で最も巨大な銀行に成長する。1902年、世界市場に手を伸ばし始め、メジャーな銀行として初めて海外分野を設立し、日本においても1902年に横浜支店が開設され、2007年まで在日支店が存在していた。店舗は少ないが、どこの銀行の ATM でも定数量シティバンク持ちで、 現金が引き出せ、そのサービスは画期的であった。その後、2007年にシティバンク銀行に移行し、さらに2017年に東京支店に移行した。1930年までにアメリカ合衆国以外の23カ国で100の支店ができ、世界最大規模の銀行になる。1955年にはザ・ファースト・ナショナルシティバンク・オブ・ニューヨークと名称を変更。 その後は、1962年に、ファーストナショナルシティバンク、1976年に、シティバンク、n a と名称を変更し、現在に至る。2001年まで使用されていた、旧ロゴシティバンクは1970年代、人件費削減や24時間営業するために、ATM を導入した、最初の銀行のうちの一つである。シティバンクは、 現在、世界でも、有数の金融大手式グループの金融サービスの消費者企業銀行部門にある。世界中で40カ国以上で運営に携わっている。運営に携わる1400社の半分以上がアメリカ合衆国にあり、その大半はニューヨーク、シカゴ、マイアミ、そしてワシントン DC、大都市圏、カリフォルニア州内である。標準銀行業務処理に加えて、 シティバンクは保険と投資の商品を提供している。オンラインサービス部門は約1500万人のユーザーがいる。サブプライム危機により一時政府の出資を受けるも2009年末までに優先株200億ドルを返済、残りも普通株転換後2010年中に政府が売却を完了する計画で金融危機後の業績低迷から復活。ありがとうございます。